い、皆さんこんにちは、虫岡です。いや、誰の髪型がオズワルド。というわけで本日はガチャ動画でございます。本日のガチャはこちら、ダンボールに入ってます。実は今回サムネになっているガチャガチャ、クワガタガチャはですね、すでに販売が終了している商品でございます。こちらのバンダイ生き物大図鑑のクワガタなんですけれども、2020年の10月に発売した商品なんですね。で、虫岡の動画、バンダイさんの生き物大図鑑の昆虫シリーズをほとんど扱ってるんですけども、唯一このクワガタだけ扱ったことなかったんですよね。で、1月末にそのクワガタの03が出るということで、今回じゃあその唯一やってないクワガタは遅れてでもやっとこうということで、ちょっと割高にはなるんですが、全種類セットというものが販売されていたので、今回それを買います。まして皆さんにご紹介していこうかなと思います。というわけで開封していきましょう。というわけで開けていきます。なんか最初から全種類揃ってると思うと気楽でいいね。おお、カプセルで入ってるんだ。もう一個ビニール弱いぞ。さあ、というわけでバンダイ生き物大図鑑クワガタやっていきたいなと思います。じゃあまずこいつからいきますか。いきますよ、何が出るかな。オープンザガシャポン。でい、なんだなんだなんだ、黒いね。ノコだな、この顎は。でっか、でっけえな。というわけでパーツ的にはこれで全部かな。ちょっと今回もまずラインナップを見ていきましょう。商品ラインナップはノコギリクワガタ黒、ノコギリクワガタ赤茶色、そしてギラファノコギリクワガタ。ジラファおるんや。ほんでゼブラノコギリクワガタ。初期のクワガタってこんなラインナップやったんや。ノコギリ縛りってことですね。ということはこれはブラックの国産ノコってとこかな。ちょっと組み立ててってみましょう。さあ、今回はね、新しい商品じゃないんで、もしかしたら課題が多く残っているようなあれかもしれないですね。ほっ、入った入ったかな。んで太子を取り付けるとき、先端注意。こんな注意事項入ってたんや。ここね、ここ。うわ、ほんまや。うわ、すごっ。あ、これ普通に怪我するやつやわ。これマジで血出るぐらい尖ってる。やば。ってなわけで、こう。かった!入ってないか。買った!意味わからんぐらい硬いで。あ、入った。なるほど。これが01の課題やったわけやな。こっから今は改善されて、ああやって、いろんなカブトムシとかカマキリとかがどんどん組み立てやすくなってるわけだね。いや、面白いね。こう、スターウォーズを4、5、6見てから1、2、3見て。よっしゃ。買った。あ、ミスター、ちょっと待って、顎逆やったわ。そうか、ノコギリの顎ってこうやんな。あ、こうなって思ったわ。あー、また見直しか、これ。あー、しんどいよ。いった。こうだよね。うん、そうだな。あー、なるほど。あ、ちょっとノコっぽくなったね。あ、こんな感じだ。オッケーオッケー。ほんで、足は?一応ちょっと見にくいんですけど、1、L とかそういうのは書いてくれてますね。この番号通りにはめてったら完成するという感じです。え、左、左、ちょっと待って。ご飯食べるのが右やから、左、あ、こっちか。え?あ、こうか。1L ってここやんな。うわ、こんなとこ取れんねや。怖っ。あ、わかった。これが逆なんじゃない?うん、だからこれ逆やって。こうか。あ、こうか。あ、ここが回るんだな、やっぱり。ああ、ここ取れるんや。うん、なるほど。確かになんか02とかとは違う。なんか多分いろいろこの頃からやっぱり改善されてきたんだな。折れた。折れた。マジで。折れることある。マジかー。よし、ちょっともうこっち向けだろ。はい、オッケー。そう、こいつだけ向き違うって言われるかもしれないけど、まあいいや。というわけでこちら、1番のノコギリクワガタ黒でございます。なんか確かにね、やっぱ組み立ててみて思ったのは、まずかなり組み立てにパワーがいるっていうのと、
あとなんかやっぱカマキリとかカブトムシみたいな、なんかこうバランスの良さみたいなものが若干弱いよね。やっぱり若干おもちゃ感がありますね。そしてさっき言ったんですけれども、曲げてはいけない方向に曲げてしまったということからなのか、第2子が折れてしまいましたということで、多分ね、やっぱりこの頃かなり課題があったのかなっていう気がしますね。ほら、この足はここに曲がるけど、こっちの足は可動域これだけみたいなね。ここふにゃふにゃやったりするし。でもこの角度とかマジ大迫力だよね。ノコギリクワガタのいいとこ出てるよね、ここら辺とか。角の先端注意してくださいっていうぐらいに尖ってるこの大顎とかさ、ここのカーブの角度とか、いや、ノコギリのいいところはめちゃくちゃ出てますね。素晴らしい。そしてもちろん今回もこのカプセルが台座になります。というわけで台座にポチッとはめて、こんな感じで飛翔ポーズも撮ることができます。いや、かっこいいね。ノコギリの飛翔ポーズ見たらもう7月が恋しくなるね。早く夏にならんかな。というわけでどんどん行ってみましょう。オープンザガチャポン。えい、え、かぶった。かぶったらあかんやろ。かぶったら約束が違うよね。え？おお。キリンさんの角だよ。いいですね。これは今回無視聴者が一番楽しみにしてた、あいつの角ですね。行きましょう。なんか変なとこが通れるやつ。あなんか変なとこ通れた。ああ、もうやだよ。というわけで二つ目は3番のギラファノコギリクワガタでございます。いや、これはいいね。いや、これはすげえいいバランスだと思う。おそらくね、こことここは一緒のパーツかな？頭部だけちょっと違いますね。こっちへっこんでたりとかあるんで。胸部、腹部パーツが多分一緒ですね。ギラファは日本の子に比べてここがシュッとしてるから、だいぶそれでバランスがよく見えますね。これサイズ感素晴らしいわ。足の長さとかも。いや、これいいわ。というわけで3番ギラファノコギリクワガタ。いいですね、この03が発売になる前に一作目を遊べる感じ。いきますよ。オープンザビニール、オープンザガシャボン。ゲイ。今回は何やらいい色が出てきましたね。これはあれだね。よし、組み立てていってみましょう。というわけで完成しました。2番のノコギリクワガタ赤茶色でございます。これやっぱりさっきの黒より全然ノコギリっぽいよね。あ、茶色にするだけでこんなに変わるか。もうこういう角度とかマジノコだよね。ここがいいよね。このノコギリのさ、ポコって出てる口をさ再現してるよね。いや、素晴らしい。いや、これいいですね。2番ノコギリクワガタ赤茶色でございました。というわけでラストでございます。あれが出るのか。オープンザビニール。もうなんか見えてる。オープンザガシャポン。おお、すげー、かっけー。おお、なんかすげー模様が出てきたぞ。組み立ててってみましょう。というわけで最後は4番のゼブラノコギリクワガタでございます。いやー、いいですね。この模様が入るだけですげー本物感出てくるな。やっぱりギラファとかノコギリとかも単色に見えるけど、やっぱりこうグラデーションとかが部分部分によって違うんで、ベタ塗りでリアルになる種類もいれば、リアルにならない種類もいるのよね。やっぱそういう中でこういう模様がある種類ってさ、その模様の中のグラデーションとかもすげー再現してくれるから、めっちゃ本物感出る。図鑑とかでしか見たことないから俺あんまり思わんかったんやけど、やっぱりこういう風に見るとゼブラノコギリもやっぱりノコなんだね。ガチャガチャやからなのか、本物もそうなのか、やっぱ顔がノコギリよな。というわけで4番ゼブラノコギリクワガタでございます。というわけでバンダイ生き物大図鑑クワガタ全種集めると、というか全種セット買うとこうなります。いやー、いいねー。ていうかでかいな。今までのカブとクワガタより全然でけえな、これ。
いやー、皆様、これがバンダイ生き物大図鑑の昆虫の始まりでございますよ。ノコギリクワガタ。そう、やっぱりね、第一作目を組み立ててみて思ったのは、バランスとかかっこよさに関しては、今まで動画にしてきたものと同様に、すごくいいものがあるんですけども、やっぱり組み立てとかに難ありでしたね。このレイアウトしてる最中にもかなり外れたりとか、まあ足が折れてしまったりとか、固定できないとか、結構あったんで、まあそういうところが、今の生き物大図鑑この2年間で改善されてきた点なのかなという感じがしましたね。しかし、やっぱりこのノコギリクワガタ好きにとってはね、本当に素晴らしいフィギュアじゃないかなと思います。僕個人的にはやっぱりこのゼブラとギラファ、ここのバランスはすごくいいものがあるんじゃないかなと思います。かっこいいですね。いやー、素晴らしい。というわけでバンダイ生き物大図鑑クワガタ初期バージョンですね。もうガチャガチャでは完売になってるんですけれども、ネットとかではセットで販売したりするところもあるので、気になった方は手に入れてみてもいいんじゃないでしょうか。今回初期版を組み立ってみて、03の発売がより一層楽しみになりました。というわけで今回はバンダイ生き物大図鑑クワガタをレビューしていく動画でございました。というわけで03が楽しみな方、チャンネル登録、高評価、通知登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。ムショカでした。一体愛って何ですか。どんなに抱きしめても人も絶やす